今、インプレ走ってきて終わったとこなんですけど、率直に言っていいか悪いかで言うとどんな感じでした？いや、両方めちゃくちゃいいっすよね、うん、僕普通平均走ったら、うん、平均速度が28キロだったんですけど、さっき話したように、うん、30.4 とか出てるんでやっぱりそれだけで性能の高さが出てるんじゃないですかね、うん、確かに両方すごい高次元でいいっていうか、まあ、どっちもいいのがすごい分かったですよね。やっぱりいつもより速く走れた感じがする。で、まあ最初多分西風で横風の平坦で、で少し上りがあってアップダウンがあってまた平坦があってちょっと最後上りみたいな感じで、まあ平坦上り下りとかバリエーションあったんですけど、それぞれどんな感じでした？平坦から平坦の時に、無理をしなくてもスーッと加速していくんですよね。で今回平坦の時も横風あったじゃないですか、うん、ああいった風もね、ホイールからこれだけのハイトがあるホイールなのにホイールから持っていかれるってことは、ね、あんまりなかったのですごいなと思いました。あんまりというかほとんどなかったですね。どっちの方が平坦では速いような感じしたんですか？なんていうかエアロ的に。もうさっきも言ったように両方速いんで、それの中のちょっとした違いのところで言うと、もう最後疲れた時に踏み切れないなと思ったところで回ってくれるのはもしかしたらカンパの方が回ってくれるかもって感じですね。なんかカンパの方がちょっとだけ空力いいかもしれないみたいな、僕はちょっと下りでちょっと思ったんですよね。僕もそんなに恩恵受けるわけじゃないですけど、40キロ超えたところとかのあるメーターとか見てたら、あ、カンパの方がちょっと出てるかなって、うん、そう、カンパの方がスピードは出てるんですよね、下りで、うん、とか、チラッとしか見てないけど、うん、後でデータ見てどんな感じかだけど、なんか下りはカンパの方が速い感じがしたんですよね。上りはどうでした？両方すごいホイールなんでっていうこの枕言葉がずっとついて喋っちゃうんですけど、でもこの CLX の軽さってのは上りの辛い時に一番助けてくれるのはこれかなって感じがしましたね。うん、僕もなんか CLX の方が、まあ、物理的に 100g 軽いから、その上ってる時にあんまり息が切れなくって、で結果その後下りから平坦に移った時に上りの疲れがないから平坦ですぐスピード出せるんですよね、うん、それ今まではどっちかっていうと上りの疲れが平坦までちょっと長引いちゃって平坦でなかなかスピード回復できながら、うん、そうそう、それがもう下りの途中に回復してるから平坦は普通に速く走れたんですよね。それがでかかったなと思って、だからまあ上りに関して言うと僕はロバール CLX50 の方が良かったですね。良かったですけど、寒波も大きい。もっと風が強い方の橋の上とか走ってきてどうでした？いやー、もう本当に普通いつもだったらホイールから持っていかれるけど、それはないのと、まああんまり風吹いてんのかなっていうふうに思って周りを見たら、あ、やっぱ吹いてんだっていうふうに思うぐらい、やっぱり空気の逃がし方とかも上手なんでしょうね。風はあんまり向かい風になった時もあんまり抵抗を受ける感じがないよね。なんか全然普通に進む感じはすごいする。それはもうどっちもかなっていう感じがするけど、平坦の時に最初ランシング軽くしてみたんですけど、どっちもめちゃくちゃその動きについてきてくれる。これは、ね、軽いからとちょっとロバールの方が軽いんでしょ。でもそこの違いとかあんまりなくて、本当にどっちもクイックイックイってついてきてくれるっていうのが良かったですね。あ、乗り味とかどうだ？乗り心地とか。乗り味はね、乗り心地はちょっと僕もロバールの方が CLX の方がちょっと良かったですね。路面が悪いところの、そう、吸収してガタガタガタってところの吸収してるのを、まあ CLX の方がこれ良かったような気がするんですよね。これタイヤとか空気圧とか一緒なんですか？一緒一緒、ね、タイヤもチューブも一緒。グランプリ5000でチューブもエパナレーサーの同じやつ使ってるんで、だったらホイールだけの、うん、基本的にホイール違いなので、うんうん、だったらちょっとその部分はあれなんで、ロングライドとかやるときだったらやっぱり CLX が若
いいかなとは思っちゃいます。なんか僕の個人的な感想だとなんか逆にカンパの方が乗り心地いいように感じちゃった、ね、なんかね反対です、うん、全然反対の意見になっちゃってあれなんだけどカンパの方がちょっと柔らかいっていうか乗り心地いいっていうかその細かい段差とかはなんかねカンパの方がね、あ乗り心地いいなと思ってた。だからそこはもう個人の差がすごい感想の差か、個人のあとは体重の差があるかもしれない、うん、あるのとやっぱりねでもどっちも高次元の中での違いの話するっていうのが尽きると思いますけどね、うん、でどっちが好きですか。あのもう一個だけ言いたいの、うんうん、あのデザインデザインあるね、うん、デザインあるね、あのやっぱり、うん、この WTO のこの、うん、ね、この辺の光沢感とか含めてこれは結構所有欲はありますよね、うん、かっこいいよね、うん、それはもう圧勝っていうか多分そうカンパの方が絶対かっこいいよ。そう、うん、ボーラー自身もねすごくいいんだけどこのモノトーンの中でこれだけの質感出せるっていうのはすごいなって。そう、色とかデザインじゃなくてこの質感なんだよね、うん、材質っていうか質感がすごい、素材感がすごいよね。これだからなんだろう、あのカーボンのあれが違うんだよ、 3K とかそういうのがなんだっけな、 UD ってやつかな、 UD カーボンってやつなんだよね。それだとこういう感じなんだよね。あの折り目の、あのなんていうの、四角のあのブロックパターンみたいのじゃないんだよね、はいはいはい、UD だとそこがまた違うか、ねね、光沢とかも、ね、うん、すごい、いや本当にそこはあって、うん、でどっちが好きですかって言われると、うん、決めれないぐらいだけどでもどうだろう、ロングライドとかずーっと乗り倒すってことを考えると CLX、うん、ずーっと乗るってことを考える、あの山もあったりとか、うん、オールラウンドだっていう、オールラウンドでずーっと乗り合う、うん、乗るときに、うん、いいなと思って、で誰かとちょっと見せびらかしてるときはカンパがいいなってそんな贅沢なことはできないけど、うん、確かにでも それはそう思った。両方持ってるといいよね。いやー持てないけど、ね、持てないね、両方維持はできないな、まあ、僕も どっちか売るっていう前提で、いやーこれは贅沢なあれですよ僕の個人的なので言うとやっぱり上りが全然 CLX の方が楽だったんで、まあどっちか残すっていうんだったら僕は CLX50 の方を残すかなっていう感じがする。まあ所有欲で言ったら確かにカンパなんだけど、純粋に走りが楽になるっていう意味では特に坂が苦手だから余計にそうだけど、 CLX の50の軽い 100g 軽いっていうのが、物理的に軽いっていうのがやっぱでかいかなと、ね、うん、僕らもそのクリテウムとかレースするんだったら、うん、もしかしたらカンパするのか、ね、平坦をメインでって、うん、とかっていう風な選択は全然あるから、うんうん、うん、まあでもどうしても坂が入ってきちゃうコースって意外とあるからありますよ、ね、そこで楽になるかなっていうの、田舎住まいの僕たち、そう今回は、ロバール CLX50 とカンパの、ボーラー WTO45 の、インプレでした。また何か比較、例えばロバール CLX50 とロバール CLX64 の比較とか、まあそういうのもどんどんやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた。